この番組は、次の授業は山頂で、で、おなじみのスノーモービル大学、絶賛 T シャツ、パーカー、販売中の奥さん、銀座店の提供でお送りします。始まりました、奥さんスノーモービルですよ。イエ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 イ。まだ誰もいなぁ。さあ、今日はですね、なんとあの桶谷和志くんが結婚するということで、おめでとう、おめでとう。我々お祝いに参った次第でございます。さあ、奥野くん、はい、今日はどういう感じでいきますか。今日はね、お祝いいっぱい包んできたよ。僕もお祝いいっぱい包んできました。この厚みを見てください。これでね、いろんなもん買ってもらえたらありがたい、ね、そうですね。お、すごいご祝儀だね。こんな厚みだよ。おお。中身となんでもピンサス。おお。おお。何も書いて飾ってねえぞ。書いてある。飾ってるね。ここ飾ってるよ。すごっ。もうちょっとやつれ感出さんと。何もでいいし、本物にこだわるから。いいね。いたずら。あげた時のリアクションを取らん、あの受付の人ね。じゃあこれを持って受付に行きましょう。行きましょうか。本物来てるから。本物。イエイ。これご祝儀は。あ、小倉です。小倉様。会費は。会費こちらじゃないただきます。はい。三つ広そうです。はい。あ、はい。ご覧ください。ちょっとご主義一番いいところに。大田です。はい。三つ広ご主義立つんじゃない？なんなら。立つんでもらう。この熱い、熱いのが我々のですからね、この熱いやつが。わかります？この熱いやつが我々のですからね。これ薄、こんな薄っぺらくないか。こんなんじゃないか。我々のは、厚みが違う。薄いね。気持ちが薄いんじゃないか。はい、ということで今日はこの披露宴の模様を皆さんにお送りしていきたいと思っています。はい。それじゃあ、小倉くん、はい、俺は頑張ろう。頑張るぞ。えいえい。おお。でしょうですか。それが。産んでくれてありがとうないですよ。さあ、小寺選手。祝福されるべき桶谷選手に対して一言お願いいたします。おめでとうございます。だけでいいですか。ダメだよ。ちょっと面白いことまだ考えてないですもん。ダメだよ。あと酒入れてからでお願いします。酒入れてから。酒入れてからで。すいません。大丈夫。面白くなくて。今日の夜はどういう感じですか。プラン B で行きたいと思います。プラン B。はい。プラン B ということは二次会に。井川さんに腰巾着のようについていくと。おお。井川さんに払ってもらうために。井川さんに横にずっとついてくる。なるほど。っていう作戦でいきたいと思います。これおびっくりした。今いや欲しいって言ってた。今ですか。欲しいって言ってた。今よかったじゃん。よかったでしょ。おめでとう。ありがとうございます。サプライズ。おめでとう。 PZ につけるんだ、はい、ああいいね。おめでとう。今日この間今いらないっすけど。いらない、うん、今ちょっと、うん、いらない。いやでも欲しい。でも会場に持ち込みたいと思います。持ち込めるから。いやこれどこに預ければいい。いやでも預け危ないから危ないから黒く。預けたいですよね、これ。預けたい、はい、いや、ダメだって。いや、スノーモービルの鏡としては持ってった方がいいですよ。マジで、うん、頑張れ。頑張れ。こういう危険物は預かれないです。書いてある。いや、預けた。受付した。受付まだしてない。受付してない。そのまま受付してない。
あ、クエンジョ。じゃあ、半開会の。会場、はい、怪我した人じゃん。怪我した人。ちょっとかっこいい松葉図。おう、ガス。近いっす。近い。近かった。近いっす。話しかけられてる。めちゃくちゃ話しかけられてる。結構列長いね。支えが必要です。支えがね。だるくなってくる。本当だね、うん。このタイミングでサイレンサーとか頼んでたら大変なことになると思います。油物以外は何でも持ってきました。そうね。ハイエースのバンパーでも。うん、あ、持ってくるね。じゃあ裏の土と。カズにあお祝いの一言。カズシ君、結婚おめでとうございます。次期蘭越スノーモービル組合長を目指して精進してください。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。とうじゃあ小倉君、一言。おめでとう。もうちょい思いがあるでしょう、ね。あ、カズシ君、結婚おめでとうございます。平間さんを見習っていい家庭を作ってください。おめでとうございます。なんで俺だ。小倉君が一言記入します。やっぱ奥さんでしょ、ここ。ああ、そうだ ね。それは欲しいね。おお、でかいな。幅取るね。でかいな、おや。ちっちゃい。奥がでかくて、字が小さい。最高だわ。味があるね。ステッカーと同じ風だね。なるほど。素晴らしい。なんかみんな違うね。みんなそう。違うね。みんなちゃう。これは何だ。意味は何で。意味はないかもしれない。よしよし。これから披露宴が始まります。披露宴の内容も中継していきたいと思います。いくよ。あ、今ステップ YouTuber。 あ、人気人気はない、人気はない、噂の人気 YouTuber。 人気はないんですけど。ん、どこ行ったの。披露宴会場でかいね。すごいね。すごいね。新郎新婦、ご入場でございます。
その場にご起立をお願いいたします。和志君、皆様ご結婚おめでとうございます。ご両親の皆様ご結婚おめでとうございます。先ほど兄が社長である兄が一通りお話をしてくれたので、僕は乾杯しながらしたいと思いますので。ご結婚おめでとうございます。乾杯。乾杯。バニーしようね。バニー。じゃあ次は井川選手。どうも。いやカズ君おめでとうございます。いやまたね来年マオビルちょっといろいろご指導お願いします。おめでとうございます。真面目だから。やっと真面目に真面目になってきた、ね。真面目になってきたよ。あ、撮ってもらってもいいですか？始まりました。奥さん、ソボビルショー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。
だって重い。うまいよ。なんか気持ちよかった。君がこの世に生まれたこの奇跡は僕が君と出会えたこの奇跡は今も信じられないこの景色が君への1万もらったでしょ、1万もらったでしょ。参りました。参りました。オケヤ純一さんの席へ。ではちょっと合言葉を。はい。合言葉を。奥さん？スノーモービルですよ。これがオケヤ純一さんです。なるほど。今回おめでとうございます。ありがとうございます。私が新郎の父、オケヤ純一でございます。硬い子でしょうみたいになって、今後ともスノーモービルよろしくお願いします。やりましょう、はい、みんなでやりましょう、やりましょう。奥さんスノーモービルですよ。頭のおかしい親父だから。いや、ちゃんと奥さんがいてよかったです。わかりますよね、頭のおかしい親父っていう。あ、そうではない。みんなおかしいから。みんなおかしい、なるほど。奥さんが一番わかってるから、ね、奥さんがわかってますね、さすが。最近だからわかったの。本質を知ったのは。オケヤさん、来年のスノーモービルはどういう抱負で？いや、来年もスキーで乗ろうかなと思ってます。あ、ブーで行くんですね、はい。G5 ですね、G5、次のモデル、はい、あ、まあ、ついていけるかどうかわかんないですけど。まあね、わかんない、ね、先週はヤマハの410で、はい、あのこのまま行ってきましたよ。あ、そうなんですか、はい、なんか動画で上がってますよ。あのフルショーの息子 ZR200 と一緒に、はい、あ、忙しいですね。以上、また以上、以上、オケヤ純一でした。さあ、はじしさん、お待たせしました。いきますよ。
みが多いんだよ。カズシの頭。お皿から転げ落ちるぐらいたっぷり取っていただきましたよ。ここはカズシさん頑張りましょうね。ではユナさんいいですか、いきますよ。せーの。いや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 の新郎新婦のお二人の姿を見ての感想いかがでしょうか。輝いて、これは美味しい。ちょっとごめんなさい、ちょっと輝いてる。おめでとうございます、ゆうなちゃん、かずし。はい、輝いていますということで、キラキラして見えますね。ではですね、もう一つ質問二つ目です。飲み物、喉が乾いたからちょっとうるおしたい。どうぞどうぞどうぞ、まずは一口飲んでいただいて、質問もう一つで終わりますので、ちょっとお付き合いください。すいません、息をつけていただきまして、もう一つの質問はですね、これからの新郎にどのような期待をしますかということなんですが、まあ、夫婦としてでもいいですし、プライベートでね、友人としてでもいいですし、カメに隠れてたら皆さん見えないと思う、見えるところにどうぞ。はい、どんな活躍を期待しますか。あんまり緊張してる。みんな見る。本当ですか。はい。頑張れ頑張れ。頑張れ。考えた。考えた。考えた。いいですよ。頑張れ、教育委員会。はい。どんな方ですかね。そんなこと頑張ってほしいですかね、これからね。これから。うん。いや、ちょっと、あんま頑張れ。あ、でも、自由なメッセージでもいいですよ。皆さん、かずしさん、これから夫婦として歩んでいくわけですが、やっぱ結婚という門出に立って、これからいろいろ壁があると思いますけれども、かずし君の趣味である相撲を一応やりつつ、ゆうなさんを支えていけたらいいなと思いますので、おめでとうございます。汗が。まずこういうの得意じゃないから。何で俺が。続いては上がり症だから全然緊張しちゃって全然出てこないんですよ。こうさん。俺やつ。はい。あ、俺じゃねえか。いや。かっこいいくな。そうっすね。いや、よかったよ。ただの飲みですから。最後よかったよ。いやなんまドキドキしてる。なんまドキドキ。ちょっと、マジで、こっち来るみたいな。いい話や。
花束の贈呈でした。それではここで感激もひとしおのご両家を代表し、本日お集まりくださいました皆様に向けまして、新郎お父様でいらっしゃいます桶田純一様よりご挨拶がございます。ただいまご紹介預かりました新郎の父桶田純一でございます。両家を代表いたしまして、一言お礼申し上げます。本日はご代表の前に遠方より二人のためにご礼していただき、誠にありがとうございました。本日は皆さんからたくさんのお祝い、心温まるお祝辞、お言葉をいただき、今日この良き日を迎えることができました。親としてこれほど嬉しいことがございます。ありがとうございました。息子の和志が地元の蘭越進学校を卒業して札幌の学校へ進学し、現在宮川工業様にお世話になっているわけでございますが、この日までの9年間宮川工業様、会長、ご夫妻をもとより家族の皆様には家族同様に接していただき、親から見てもこうして立派に育てていただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。素敵な新婦ユナさんとも結ばれ、これからの人生いくつかのこんなにぶつかることもと思います。そんな時は本日これを聞いた皆様、今までと変わらぬお力添えをいただければ幸いと存じます。薄いにあたり本日ご列席いただいた皆様のご健康とお宅をお祈りいたしまして、あの簡単措置ではございません、両家代表の挨拶に返していただきます。本日は誠にありがとうございました。すげえ、いい、すごい、泣いちゃった。すごい、新郎新婦からのお見舞いの言葉を感動する。皆様、本日はお忙しいところお集まりいただき本当にありがとうございます。このような素晴らしい披露宴を開けたのもついに皆様のおかげだと感謝を申し上げます。たくさんのお祝いの言葉をいただき本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。また親身になってくださったウェディングプランナーの長野さん、会場スタッフの皆さん、そして友人の皆さん、この場をお借りしてお礼を申し上げます。本日は本当にありがとうございました。私たちは昨年の8月に、席を入れまして、2人で結婚式を挙げようと両家の両親に相談したところ、このようなコロナの状況にもかかわらず快く背中を押していただき、そして本日このような素晴らしい結婚式を挙げることができ、一生忘れることのできない思い出となりました。まだまだ未熟な私たち二人ですが、これからも職場の先輩方、親族の皆様、厳しいご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。また
友人の皆様におかれましては、これまで同様のお付き合いをさせていただきたいので、たくさんのお遊びのお誘いお待ちしております。簡単ではございますが、何にて挨拶とさせていただきます。皆様、本日は本当にどうもありがとうございました。よろしい。おけやき、おけやき、おけやけ、恐るべしだね。すごいね。長すごい。すごいっすね。組合長、あれ、あのさ、全部暗記してたじゃん。ちゃんとアドリブか分からんけども、素晴らしい。で、何、カズのね、あの言葉も素晴らしい。俺にはできない。次は、井川さんの番ですよ。え、俺、もうしてるし。あいつ無理。まあ頑張りましょう。いいお言葉聞きました。いや俺ダメなんだ。小手島の挨拶感動した。絶対してないじゃん。絶対してない。完全な人生でした。絶対してない。感動したよ。ビクビクだったよ。ビクビク上がりすぎだよ。泣きそうなったの。ダメですもん、ああいうの。本当に変わってくださいよ。変わってください。代打。代打ね。代打。代打だってここにいるじゃん。え、なんで俺代打。財布の代打でお願いします。財布の代打ね。財布の代打。いや、お前いつなんだろうな。俺はまだまだ。まだまだ。これ短いしょ。どうでしたか。どうも。はい、どうでしたか。結婚どうでした。いや、すごい感動しましたね。感動した。人生で2回目の友人の結婚式、すごい感動しました。2回目だ。2回目です。1回目はこの人。この人ですね。やってんだわ。いや、俺の初めてを撮った人です。歌ばっかり歌ってるわけじゃないんだ。そうか、2回目か。そう、2回目だよ。やっぱいいね、結婚式。いいね。6年後やっぱね、あの奥さんファイナルですよでやりたいの。あ、1回目の結婚式やるから。あ、6年後に。6年後に1回目。みんな、これみんな呼ぶ。1回目ね。2回目が、いや、そういうのじゃないよね。1回しかやんないから。そういうもん。いや、でも大体、これが1回目だからね。今ね。今やってる。みんなわからん。奥さんスノボビルですよ。書いてあるよ。スノボビルですよ。また来週。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。感動した。やる男です。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとう。結構やるな。挨拶。さすがでしょ。あ、ありがとうございます。違うね。結構練習した。違うね。ユーチューバー。いや、ユーチューバーじゃない。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、自分の結婚式と人
の結婚式どっちがいいかという検証で。そんなだったっけ？そんなだったっけ？こういうのなんか YouTuber ってなんかそういう検証系あるの。あ、まあ執行してもらいましょう。はい、ということですね。桶谷和志くんと優奈さんの結婚式が終わりました。いや、素晴らしい結婚式だったね。素晴らしいよ。涙涙これ、ね、エンディングを飾ったね、桶谷さんの、ね、途中の王の ね、小寺さんの小寺さんがまた素晴らしい挨拶をです ね、してくれたんですよ。それはまあ YouTube の中間の方で流しますんで、ぜひ皆さん見てください。ね、最後後半のね、ね、桶谷純一さんは、感極まった状態で、ああやってこう喋れるってものすごいことだね。そうですね。絶対これ普通の場で僕喋れないですからね。ということでね、はい、じゃあ小寺さん、最後の一言、カメラ向かってお願いします。またしどろもどろになっちゃう。やばいっす。それはやばいでしょ。ほら、ほら、みんな見てる。みんな見てる。早く。最後の一言。最後。はい。いつもの挨拶でいきましょう。いつもの挨拶。それはあれだよ。まず小寺さんの挨拶。やばい。やばい。いや、もうよくないですよ。どんだけ引っ張るんですか。そんなに嫌なの？そんなにいいっすもん。もうさっきでめちゃ酔いされました。酔いなんて喋れないですよ。今喋れてる。今喋ってるでしょ。とっておきっすわ。あ、産んでくれてありがとう。産んでくれてありがとうね。あれはお父さんにね、言ってたことありましたね。そういうのも、そういうのありましたね。本人いるけどね。産んでくれたのはお父さんじゃないからね。お母さん。植え付けは親じゃん。植え付けは、はい。植え付けだ。そう、お父さん、お父さんね。さあ、ということで、はい、じゃあ最後ファイナルを飾る。ファイナルを飾る。じゃあ、皆さんからやっぱ一声を。いやいや、そこはもう小寺さんじゃないですか。行くですか。いや、いいですよ。お願いします。いや、ひまさんやってもいいですか。お願いします。みんな、じゃあいるからね。みんないるから。準備、準備いいですか。お願いますね。みんな、寄って寄って。いいですか。YouTuber じゃないですか。はい、じゃあいいですか。いいですよ。はい、奥さん、そうですよ。